2024年 F1 第21戦サンパウロ GP のスプリントが行われ、ランド・ノリス・マクラーレンがトップでフィニッシュした。2位はオスカー・ピアストリ・マクラーレンが続いた。これでマクラーレン、ワンツーフィニッシュとなった。3位はマックス・フェルスタッペン・レッドブルだったが、バーチャルセーフティカー終了時に最低タイムを下回っていたとして5秒のタイムペナルティを受け、フェルスタッペンは4位に降格となり、シャルル・ルクレール・フェラーリが3位に繰り上がった。またローソン RB はフェレスに抜かれ、ポイント圏外の9位でフィニッシュ。角田裕毅 RB は15位だった。